どうも、このまるです。キータロです。今日は INI のコンセプトフォト B バージョンが公開されたので、そちらの話していきます。なんかインスタの方でね、急遽なんか出てたからね、そうびっくりしてさ。ねえ、なんか前触れもなくいきなり出たからすっごいびっくりしたね。なんかさ、あの前回のあのオベージュ的なさオベージュ、そうアーティストフォトも、まあもちろんねかっこよかったんだけど、なんかうちら的にはさ、このトンチキ衣装なんていうの、このさガチャガチャ系のさカジュアルな衣装大好きだから、そう、それをまとったなんか予想だけど韓国制作っぽいこの写真の感じ、うん、そうね、そう、まあ、衣装メイク写真の感じ含めて韓国っぽいなと思ってるから、やっぱちょっとテンション上がるよね。そうだね、これの個人写真もやっぱり用意してくれてたね。うん、まあそれでいてさ、もう全部かっこいいもんね。いやマジ一人残らずみんなかっこいいね。そう、いや最強じゃんってさ、うちら雑談でこう一人一人見てて、もう、ね、びっくりしたよね、みんなよくて。あれ、みんないい、え、みんないい、みんないいってすごかったよね。うん、まあ、毎回みんないいって思ってるんだけど、うん、なんか、いつも新鮮な気持ちでみんないいってなるよね。わかるわかる。いつ見たってかっこいいよ。じゃあ早速ね、見ていきましょうってことで、こちらです。ピヨ。いや、このまあ、マンネラインだけどさ。うん。まあ、まず MJ か。MJ のね、たたずまいは彫刻なん？もう。いや、すごいね。美しい美なんよ、美。美術館でこういう彫刻マジであると思う。彫刻なんだ。まあ造形美だよね、なんかね。うん、すごいよね。まあ確かに、てかあの国宝イケメンランキングにも入られましたから、納得のなんかさ美しさだよね。そうだね、この前髪のさ、わかる、ちょっとさこの触覚なんかちょっと残してさ、うん、ウェーブかかった前髪とかももうめっちゃ綺麗だよね。え、てかさ、よく見たらカチューシャしとるね。あ、やっぱり。うん、カチューシャー外しながらじゃん歌ってくれてありがとうあ、ほんとだね、これなんかさジャケシャンの時は気づかんかったね。うん、そう、やっぱこう近くで見ると分かることあるね。うーん、そうね。あ、めっちゃいいじゃん、 APAPAP デーだねいや、さすがに MJ エブリデイはつけてないと思うけどカチューシャガールトゥルリントゥルリンチャチャいや終わったんよ。で次がリヒトね。リヒトもほんと美しいよね。何これ。いや、ちょっと待って待って待って、これもうさ、え、すごいね。すごいね。え、マジですごくない。うん、いや、なんかちょっとハッとさせられる、なんかドキッとしちゃうね。マジでなんか漫画じゃん、もう顔が確かに漫画のヒーローだねこれね。あー、マジですごいね、うん、なんかさ、てかみんなかっこいいじゃん、ああいうのって。まあリヒトもそうなんだけどさ、うん、なんか誰か一人マジで青春ドラマ出てくれんかな。あー、確かにね。あ、リヒトに学ラン来てもらいたいわ。うわうわーとか言っていいよねいや、めっちゃ見たいわ。あ、そうか、リヒトは確かプリュだと学ランは着てないもんね。オエオとかがね確か着てたから、雄大とかか。うん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 、竹千代もかな。うん、そうだね、めっちゃ似合う、めっちゃ似合うっていうかマジで。え、あのハイアンドロー系もなんかいいよねいっぱいヤンキーものねヤンキーもの、ヤンキーものリヒトの感じだとすごい良さそうじゃん。めっちゃ良さそうだね。すごいね、うん、マジで顔すごね。しかもこのテロンテロンのさ、この柄似合うのマジリヒトだよね。あ、確かに確かに、透け感ね。え、うん、なんかさ、メイクさんさ、 MJ もそうだけどさ、メイクさんさ、マジびっくりせんがんかね、こうやって作っとって顔をみんなの良すぎて良すぎて、すごいのできたってなりそうじゃない確かに確かに、これすごいのできた、ウケるな確かに、だってどうやったってめっちゃ良くなりそうだもんねそう、うん、でその次のさ、雄大もな、うん、もうさ最高じゃん、はい、マジで本当もう好き塚 TXT かみたいな、なんかハイブ顔だよね。ハイブというかもうさ、大手事務所のなんか、うん、そう、正統派のイケメンだもんね。そう、マジ正統派。しかもカラコンしてるねこれ。あ、本当だ。え、めっちゃいい。いや、めっちゃいいぐらい、この感じやばいね。めっちゃいい。ってか見て、みんな顔近くで見たでしょこれ、きっとこうアップにして、うん、すごい顔じゃない。いや、これすごいぞ。今までよく日本で生きられとったね、雄大
どういう意味？良すぎて、かっこよすぎて、かっこよすぎて、なんか一般人だったのがすごく。いやそうだね。プデのさオーディション中からさ、いやすごいってなってたけど、雄大のビジュアルはやっぱデビューしたら化けるね、もっと化けるね。いやすごいね。なんかさ、いやプデの時めちゃくちゃかっこよかったから、なんかそれがピークかと思いきや、うん、なんかピーク果てしないよね。うん、どこまでもだね。いやほんと限りないね。すごー。じゃあ次がこちらです。ピヨ、ここのラインもすごい強いから見て、キョウちゃんのさこの眼差しやばない？やばい。なんかさ、この待ち合わせキョウちゃん、なんか柱にさ、エビスかどっかの柱で花壇見とるんかな俺。花壇のこと考えとるんかな。そう、なんかさ、なんか駅かどっかでその柱に、もうちょ、おせえぞみたいな、お前みたいな。やば。でもさ、もうそのおせえぞのさ、こう、まあ、待ってたとしてね、それこの角度で前髪とか完璧じゃない？え、てかマジ、きょうちゃんめっちゃかっこいいねこれ。いやそうそうそう、いつもかっこいいけど、これすごいね。このさ、だってちょっと腰丸めてこんなかっこいいことある？いやないないない。ないじゃない。やばいね。てかやばい、これは絶対韓国制作だね。いやもうこれはもう確定だよ。うん、うちらしか言ってない気がするけど、韓国制作って。どこの人も言ってないよ、なんかさ。誰も言ってなくて心細くなるんだけど。言い続けよう、もう、うん、これは韓国制作だよ。そう、うん、この仕上がりは韓国だよマジで。うん、いやマジでかっこいい。え、震えるね。てかマジで本当に毎回とかしてほしいね。うん、マジで、うん、いやわかる。そう、え、てかさ、ほんとさ、もうまだちょっと4人目だけど、このさ、なんていうの、メイクの感じ、メイクもめちゃくちゃ濃いじゃんみんな。うんうんうん、けどなんかすごいさ浮いてないっていうか、うん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 、めちゃくちゃいい感じに馴染んでるよね。いやなんかやっぱ違う、なんだろうね、マット感もちゃんとあるし、でもツヤ感もあって、なんかバランスがすごい。うん、白飛びしてない、ちゃんと凹凸ある感じね。うん、うん。漏れとるんよ。いろんなものが漏れてるんよ、うちらの。漏れちゃった、溢れちゃう、ビーナブだったね。すごとまきやから。で、たくみくんね、たくみくんさ、ここまでメイク濃いのさ、なかなかやっぱないよね。ない。え、めっちゃ似合うよね。めっちゃ似合う。たくみくんなんてメイクしなくてもかっこいいんだけど、うん、メイクしてもめっちゃかっこいいね。なんかさ、裏を帯びた感じにさ、よりこう強くなるで、なんか目のさ、わかる。そうそう、アイメイクは結構濃いからさ、うん、そうだね。美だね。美、すごい。なんかこの表情めっちゃ刺さるんだけど。でもさ、たくみくんのバラエティで見たことない顔だよ。わかる。あの学力テストでは見られない顔だよね。あれ、あの時天才のやつだから。天才の顔しとったか、あの時。そうだね。ある意味天才だったけど、こっちもマジ天才、かっこよくて。あー、ビジュアルの天才だからね。確かに。うん、めっちゃいい表情するね。あと、うちら的にはさ、この衣装もいいよね。この匠くんにさ、こういう、そう、なんか謎クロップドみたいなの着てる感じがさ。うん。そうだね。しかもさ、これ、既製服をさ、結構着てさ、うん、めちゃくちゃもう、もう、貯金してさ、うん、うん。いろいろだって重ね着も2枚ぐらいしてるよね。本当だ、うん、3枚着てる。3枚か。だってなんかほんの、うん、中に着てんの、なんかユニフォームのゼッケンみたいなのも着てるしさ。うんうんうん。いや、そのゼッケンの下にあれ着てるんだよね、多分さ、ちょっとエンジ色の袖のやつね。ああ、そっかそっか。あ、本当だ。なんだ、3枚重ねな、うん、いや、めっちゃいい。このさ、マジトンチキだけど、めちゃくちゃマッチしてるね。いや、たくみくんびっくりせんかね、最初ね。俺3枚っすかみたいな。レイヤードすごいっすね、うん、みたいな。3枚着てる割に全然着てる感ないんすけど、みたいな。うん。でも驚きなんかさ、これボトムスも実は結構斬新なやつだもんね。ああ、そうだね。なんか後ろが繋がって前、なんか膝めっちゃ出るみたいなやつだったよね。そう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 。うん、すごいね。この衣装もメイクもなんか完璧だね。で、竹千代か。うん、竹千代は、まずもうビジュアルいつもめちゃくちゃいいじゃん。で、今回もめっちゃいいけど、私はこのポージングも好き。あ、いいね。このなんか、こう、はめましたけど的なこう、時計をね、なんか触ってますけどみたいなやつ大好きだから。わかる。ちょっと準備しました、みたいな。そう、なんかね、ダニール・クレイグ、あの、007のさ、ダニール・クレイグ、ね、カフスとかこう直したりするんだけど、そういう感じのかっこよさがある。ダンスみたいな。なるほどね。ごめん、伝わらんくて。でさ、たけるくんさ、そのジャケットの時上下デニムでいいなと思ってたんだけど、うんうん、こうやってさ、単体で見るとデニムもさ、なんかトンチキデニムでさ、うん、なんかジャージとデニムのコラボみたいな。
そうだね、ズボンがすごいね、ボトムスがね。そう、ボトムスがね。わあ、面白。面白い。竹千代でもさ、もうちょっと近くに来てほしいね。そのビジュアルの良さがさ、もっとこっちで見せてほしいところある、うん、ちょっと。ちょっと遠いよね。確かに。確かに、遠めのかっこいいけど、近くでもっと見せてほしいね。うん、ね、なんか黒髪、今回黒髪なんかな、めっちゃいいわ、爽やかで。じゃあ次ね、こちらでピオヒロムね。はい、ヒロムかっこいい。はい、来ました。めっちゃいいね、なんか全部いいね。めっちゃいい、あーめっちゃいい。うちらめっちゃいいしか言ってないけど、でもめっちゃいいもんしょうがないよね。あーなんかね、てか完璧なんだけど、どうしたらいいかな。すごい、すごいね。うん、しかもさ、ほら、ほら、手に、あのさ、粉丸が好きなさ、ほら、グローブつけててさ。ああ、そうだね。確かにグローブ担当だ。グローブ担当。しかもグローブの上にチェーンとかもつけて、おしゃれだね。すごい。なんかさ、ヒロム絶対さ、日本でさ、ね、もともとさ、J-POP 畑で、そう、ステージ衣装とか絶対こんな衣装今まで多分着たことなかっただろうからさ、本当に、この韓国系列のになったからこそ着るようなアイテムだからさ、あの、ヒロムがね。うんうん、すごい新鮮な気持ちになるし、でも似合っててすごいみたいな。ああ、いや、ヒロムマジ似合うね。かわいいね。だからやっぱかわいい子だから、やっぱベリー帽担当だしさ。そう。甘辛ミックスだしさ。出た。出た。そのワード。そう。ちょっと自分出てお気に入りだから。で、タジね。タジは、タジビジュアルもいいんだけど、たたずまいやばい。このたたずまい。タジもさ、なんか、カフェのソファーに腰掛けてますみたいな。なんかさ、このデート感出してくるよね。いや、そう。なんかさ。そう、それ言いたかったん、それ。そう。なんか距離感おかしいみたいなさ、やつ。わかる。で、何話って、みたいな。やば。何じゃあ、そのデート感になると、ちょっとオラオラ系になるの何なの？すごいいいね。めっちゃいいね。ああ、やっぱ、なんか強いね。本当に、みんな強いね。うん、もう、タジ、強いね、そして。やばい、このリアコ感半端なくない？いや、もう、もうこれ多分みんな発狂してるよ、これ。そうだよね。ギャーってなってしまうよね、これね。あとね、このメッシュの感じ、やっぱいいね。いい、いい、メッシュめっちゃいい。なんかさ、透明のさ、その全体写真の時、コンセプトフォト B のやつの。なんかこの時さ、メッシュないんかなみたいな話、うちらしてた気がするんだけど。うんうん、そうだね、透明だったらわからんかったもんね。うん、そう、そんなことなかったね。でもなんかこの感じの落ち着いた感じでやるっていうのもなんかいいのよね。うん、うん、そう、いい。しかもなんかあんまりがっつり入ってないハイライトで、細めのハイライトが入ってる感じがね、いいのよ。うん、そうだね。うん、はぁ、なんかデートした気分になった、マジで。見ただけでね。見ただけで。すごいな。で、次ね、フェンファンね。フェンファンは、また今回もマジの顔してるから。もう最高。もうまっすぐなフェンファン、いいね。フェンファン、あれなんだね。このベレー帽じゃなくて、キャスケット系のレザーキャスケットみたいな。うん、でもなんかまた可愛い子じゃないと、そう、被らんようなさ、やつだからいいね。うん、ああ、いいね。確かにレザーなんだ。フェンファンも結構甘辛ミックスじゃない？うん。あ、確かに確かに。ね、そうだよね。なんか甘辛ミックスうちら流行らせるとしてるの。なんならもう終わっとるワードないんよ。キャスケットで可愛いけどレザー使っとるし、みたいな。そう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 。こうサスペンダー的なさ。そう、なんかしてて、なんかちょっと可愛さもね、出しつつ、うん、また、うん、いいね。でもさ、チェーンの、ハード的なアクセサリーしててみたいな。うん。でもなんか上はさ、編み編みのスケスケで、うん。しかもこれもなんか新芽っぽくなっとって、片方袖あるにか片方袖なしだし。わー、てかこれさ、すごいね。これ、うん、どうやって計算したらここにたどり着くんかね。マジすごいな。なんかさ、やっぱうまいよね。だってさ、こんなさ、ぐしゃっとなっとるんって普通日本じゃありえんくない？なんつうんだろう。うんうんうん。うん。なんかちゃんと来てくださいになると思うよ。もうあえてぐしゃっと感出しとる感じとかさ、めっちゃ計算されとるよね。どこでインスピレーション得るんかね、うん、マジで。ねえ、おもろいね。面白いわ。じゃあ次ね、こちらです、ピオ。もう。この二人はもう何なの？何なのとか。なんかさ、前回もさ、そのアーシャ一人ずつやってた時さ、これさ、マンデラインからやってたから、なんか最後ラスボスだったじゃん。いや、今回またラスボスなんよ。そう、ラスボスの第二形態なんよ。マジで。そう。やっと攻略したと思ったら、まだ出てきたのやつなん。そうそう。ああ、かっこいいな。もうさ、かっこいいなーってなる。まさにこれちょっと上からさ、どうしたのって言ってる。すごい、言われたいね。うん。
さ、あんなさふわふわのさいつも優しいさ可愛いマサニーがさ、このちょっとさ怖めな表情、ちょっと冷たい感じの表情出してくるのゾクゾクするね。どういう風に思ったらそういう風にやるんかね。なんかダンスの時はそのオラオラ感があったりとかさ、ね、なんか踊ってる中で表現してくれるみたいなのはさ もちろん見せてくれるんだけど、このフォトシューティング的なやつでさ、ちょっと自分に酔ってる感じやるマサニーいいね。めっちゃいい。なんかそのスイッチの瞬間とか見てみたいよね。うん。デニシ君ね。強いんよ。強っ。何この強いアイドル。怖いよ。怖いよね。マジなんかさ、その前回もジャケットの時思ったけど、やっぱそのストリートファイター味あるよね、やっぱり。あるあるある。なんかその、美人の強さもそうなんだけど、なんかキャラクターとしての強さ。なんて言うんだろう。わかるわかるわかる。そう、ストリートファイターの、その、選ぶ中の強さみたいな。なんていうの？いやー、うん、すごい。この単発の金髪が似合うの、やっぱすごいね。いい。しかもなんか、あえてさ、根元は黒く残してる感じで。なんかさ、通さ、その黒髪がね、根元に残ってたら、あ、この人なんかリタッチしてないんだな、みたいな。ちょっと汚っぽくなるところを。こんなおしゃれになる、西くん。いやー、なんか、もはや寸読みあるよ、こういう髪型。なんていうの、おしゃれ髪型。なるほどね。確かにスンヨもそういうの結構やるもんね。うん、だからアーティスティックなおしゃれな人がいるやつだから。でも西くんってやっぱまとった雰囲気すっごいおしゃれじゃん。そうね。だからやっぱ西くんにしかできない髪型なんだろうね。うん、確かにこんな、そうだね、こんな斬新なやつでもおしゃれにちゃんとね、消化するっていうか。もう顔がおしゃれな人だからさ、おしゃれ顔。しかもなんかこの、なんていうの、眉毛もさ、ちょっとこの表情だとさ、なんか垂れ眉っていうかさ、なんか困り眉みたいな。パルル。エンプレッシャー。そうそう。このね、ちょっと下がり眉かな。その下がり眉で見せる表情たまらないんだよね。眉毛だけ見たら結構なんか動きとか若干こう左右非対称でさ、ちょっといいね。うん、そうなんそうなん。ね、このいやこのシャツもよく見てみ、なんかすごい柄だから。そう、これなんかどっかのブランドかな、グッチかなと思ったけど、やっぱ違って、なんかね、なんか違う柄だったね。で実はさ、それでいてウエストはさ、二重ベルトしてるじゃん。いや、なんなら30ベルトしてるから。これでは見えてないけどね。そう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 。いやーすご、うん、いやーなんかもう満足、めちゃくちゃいいね今回のさコンセプトフォト B も。いい、めっちゃいい。本当小声だけどさ、小声だ、これはうちらのもう個人的なさ、もううちらのとか言って太郎さんも同じ意見だと思うけど、なんかこれアーシャで良かった説ちょっと私の中であるんよね。あー、そうだね。でもあれか、もう一つのやつもあるか。ね、だからさ、通常版 B って出たから A ももしかしたら個人写真あるかもしれんね。いや、あるかもしれん。であれもあっちの方がそのさ、うちらどれがいいですかってさ、その全体写真ではあったけど、どれがいいですかってアンケート取った時に A の方が多かったりしたから、A も A でめっちゃやばいかもしれんね。そうだね。あー、やべえ、楽しみ。そうだ、で A が多分その発売までのカウントダウンで LINE に出してくれる個人写真かもしれん。あー、なるほどね。で以上でね、今回みんなのコンセプトフォト見てたけど、あとスケジュールもね公開されてさ、ね、いよいよこの動画出す次の日ぐらいにコンセプトトレーラーとか書いてあったからさ、もういよいよなんか新しいやつが見れるね。そうだね、待ちに待った甲斐があったね。であと、MV も8月の上旬の方にさ出るし、やっとこれで安心して安心してまだかまだかみたいな感じにならずにね、応援できるね。そうだね。まあだからさ、次の INI の新しい情報が楽しみだよね。そうだね。